はい、ティーズプレイランドの T です。今回はワンピースの一番くじ大海賊百景を引いていきたいと思います。これフルロット90枚で80枚じゃないんですね。90枚でフィギュアが7種各1体で、フィギュアは7体入ってるんですけど、90枚で7体だからフィギュアを当てるのって結構難しいですよね。さらに今回はヤマト、キャロット、ハンコックのうちどれかが出るまで引いてみたいと思っています。ツイッターではつぶやいてたんですけど、前回のくじは5等分の花嫁で21枚引いて1か1か2のミク、四つ葉、五月のフルコンププラス1か6体のフィギュアで神引きでした。今回はどうなるんでしょうか。今回ですけど、今日がワンピースの一番くじの発売日なんで、もしあれば引いていきたいと思います。それで狙いはヤマト、キャロット、あとなんだ、ハンコックのフィギュア。これが出るまで引こうかなと思ってますけど、まあ、ちょっと資金的にどんなもんなのかなっていう、早く出るか、資金が尽きるか、ってとこでちょっと引いていきたいと思います。はい、今行ってきたんですけど、ちょうど今入荷したばっかりで、検品に 3,40 分かかるっていうんで、とりあえず出てきて次の他の店舗探したいと思います。それじゃあ行ってきます。はい、そう、これちょっと狙ってたんで、そうですね。やりました。5枚でキャロットのフィギュアゲットです。これはちょっとどうですか？神引きって言っていいんじゃないですか？やりました。というわけで、ワンピースの一番くじ。キャロットフィギュア勝ちました。はい、帰ってきました。5枚引いて、クリアファイルが2つと、これが色紙ですね。色紙
が1つと、これが J 賞の色紙が1つと、あとはこの記念プレート、愛称の記念プレート3時、それから G 賞のキャロットフィギュア5枚引いてフィギュアゲットです。これは勝ちですね。ただちょっと引くシーンがちょっと見せられなかったのが申し訳ないんですけど、ありがとうございました。